皆さんこんにちは。今回はあまり活躍の知られていない競艇選手である内山菜々美さんの経歴とプライベートに関する話を、生い立ちをたどりながらご紹介しましょう。名前、内山菜々美。生年月日、1996年12月12日。出身地、福岡県。血液型、A 型。身長、166cm。体重、49kg。趣味、映画鑑賞、ドライブ。好きな食べ物、カレーライス、甘いもの。所属支部、福岡支部。内山選手がボートレーサーを目指すようになったきっかけは、高校生の時、母親から祖父もボートレーサーだったことを教えてもらって影響を受けたから。内山菜々美選手の祖父はボートレーサーの橋本忠選手。レース中の祖父は見たことがないようですが、祖父のことを知り、地元にあるボートレース福岡でボートレースダービー初日のドリーム戦を観戦。そこで男子レーサーに混ざり1号艇から逃げて勝利した平山千佳さんを見て、そこでこんなにかっこいい女性がいるんだと感動したことでボートレーサーを志すようになったそうです。後のインタビューでは以下のように語りました。高校の時、ボートレース場が近い若松に引っ越しした時に、たまたま母が、亡くなったおじいちゃんはボート選手だったのよと話してくれたんです。その後にレース場へ初めて観戦に行きました。それから何回か通うようになりました。大学に入ってから福岡ボートレース場で見たスペシャルグレード、ボートレース最高峰のグレードレースのダービー初日ドリーム戦で、強い男子に混じって女子の平山千佳さんが逃げて勝ったレースを目の当たりにしました。このレースを見て私もボートレーサーになりたいと思ったんです。ちなみに小学生の時はバレーボール、中学高校でテニスをやっていたとか、通学していた高校は不明ですが、大学は福岡県福岡市にある西南学院大学へ通っていました。西南学院大学は九州で一番美女が多い大学と言われています。例に漏れず内山菜々美選手も常人離れした可愛らしいルックスが有名。しかしボートレーサーの道は決して平坦なものではありませんでした。学力試験はもちろん、厳しい体力試験をクリアした上で厳選されたものだけが半年に一度開催される養成所入学試験を受験できます。二世レーサーであっても例外ではありません。高校を卒業後大学に進学した内山菜々美選手はボートレーサー養成所の試験に6回挑戦。結果は一次試験で全て不合格でした。内山さんは実に6度の不合格を経験し、7度目の受験に向けて現実を受け止め、このままでは合格できない、勉強とトレーニングに専念しようと、自分の体力と覚悟では合格できないと悟り、試験受験と並行して通っていた大学を中退。退路を断って背水の陣となり、全力を注ぐことにしました。そして7度目の挑戦でついに養成所入学を果たすことができたのです。52名の候補生でスタートした養成所生活は過酷なものだったといいます。内山菜々美さんはボートレース選手を目指して全国から集まった数多くの候補者の中から7度目の挑戦でようやく入所することができました。そのため入所当初から劣等生とみなされていました。しかし内山さん自身は夢の舞台に立てた喜びを感じており、過酷な養成所生活も気にならなかったそうです。養成所では1日の大半が訓練に費やされていました。朝6時の起床から朝8時から夕方まで1日中ボートの操縦練習が行われ、夜は座学と自習の時間に充てられていたとか。二世レーサーや他の競技からの推薦枠、一般からの実力者と様々な背景を持つ同期が次々と脱落していきました。内山さん自身も同期リーグ戦での成績は振るわず、最後まで優勝戦への選出すら叶いませんでした。特に女子同期で最優秀の成績を残した山口県出身の清水亜美さんとの実力差を痛感し、歯がゆい思いをしたことでしょう。最初の半年間は基礎的な旋回の練習が中心でしたが、後半になると実践形式の訓練に入り、他の候補生たちとの
勝ち負けで評価されるようになりました。旋回は見せ場の一つですが、経験と技術の差が一番現れる部分でもありました。内山さんは上手に旋回できる同期生を見て焦りを感じるようになり、技術の差を実感していたそうです。そんな中、ある日現役のベテランボートレーサーと一緒に複数旋回の練習をする機会がありました。内山さんは自分の下手さを自覚しており、自分は下手くそなんでと言い訳じみた挨拶をしてしまいました。するとそのベテランレーサーは真剣な面持ちで内山さんに言ったそうです。お前はこれからプロになるんだろう。ファンの期待を背負って船券を買ってもらうんだろう。自分のことを下手って認めたら、そんなやつの船券を誰が買うんだ。この言葉は内山さんの心に深く刻み込まれ、大きな励みになったと後に振り返っています。一方、公衆電話で毎日3分間だけ家族に電話をかけられる時間では、母親や親友、兄にしか電話をかけませんでした。それは外の世界への未練を断ち切るための覚悟の表れでした。母親はあなたは頑張っていると娘を励まし続け、内山さんの支えになっていました。このように過酷な養成所生活を乗り越え、内山さんはボートレーサーへと成長したのです。内山さんは1年間無償で訓練させてもらった。今後の1年でファンが買いたいと思ってもらえる選手になりたい、現行の養成制度に感謝し恩返したいという強い思いを抱いていました。そのため同じ福岡支部に所属するインコースの強さとセンターからの伸びが特徴の A1 クラスのボートレーサー水間篤選手に指示。水間篤選手の指導は漠然としたものではなく、一つ一つが的確なものであるようで、その影響か内山菜々美選手も後半の伸びを得意としています。デビュー後も日々練習に励み、目標のプロ最高ランクを目指して頑張っています。しかし一方で1号艇のプレッシャーに負けそうになることもあると高い期待に応える難しさも語っていました。そうしてデビューしてから約1年後、2021年12月29日の一般戦スポーツ放置杯年またぎ特選競争8レースにて通算166走目で初勝利をつかみました。内山菜々美選手より級別の高い選手らにまくりを決めて堂々の1着。初勝利後のインタビューでは以下のコメントを残しています。展示でコンマ02のフライングでしたが、師匠に思い切っていけと言われていました。緊張してターンマークを外して2周目くらいでやっとモニターを見る余裕ができた。ピットに戻ってくると師匠の水嶋篤選手に祝福されて満面の笑みだったそうです。2021年に内山菜々美選手が獲得した賞金は5,589,000円です。ちなみに2020年は4,066,600円でした。デビューしたのが11月なので少ないんです。ボートレーサーの平均年収は級別によって差はありますが、約1,700万円と言われています。同期となる127期の選手は全員で28名。プライベートでは清水亜美選手、河合萌選手、福山恵里奈選手と仲が良く、休日に一緒に過ごす姿が日刊スポーツにて掲載されています。プライベートの過ごし方についてインタビューでは、練習ができる日はボート場に行ったり近くのジムで体幹を鍛えたりしてます。趣味はコロナ禍だったこともあるけど、近場にドライブに出たり、家でデスパレートな妻たちやスーツとか昔のアメリカのドラマを見たり、最近は韓国ドラマとかにハマってます。同期の子たちと旅行やご飯を食べに行ったりしてますね。でも何かボートレースにもつながるような他の趣味も持ってみたいですと語っていました。内山菜々美選手には彼氏がいる情報も結婚している情報もありません。まだまだ若手選手なので恋愛よりボートなのでしょうか。また内山菜々美選手は努力家として知られているので、休日でもジムで体幹を鍛えているそうです。なお内山菜々美選手の好きな男性のタイプは清潔感のある人だとインタビューで答えていました。ギャップ萌えが恋に落ちる瞬間みたいですよ。今回紹介した内山菜々美さんの経歴とプライベートに関する話はここまでとなります。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。